今日は私立大学を解説する日やね。今回は学習院大学をご紹介しようかな。忘れられがちな大学ですけど、最近ではマーチの中に組み込まれてますよね。そうやね。もともとマーチとは偏差値的に同格やったから一括りにすべきなんやろね。確か目白駅から徒歩30秒でキャンパスがある立地が素晴らしい大学でしたよね。そうなんよ。それに比較的キャンパスが広いんよね。その割には学生が少ないからゆったりしてる。そうですね。他のマーチと比べるとかなり学生数が少ないです。8800人しかいません。それもあって少人数制の講義が多くて教授と学生の距離感が近いんよね。あと私の勝手なイメージですけど、皇族との距離が近いという印象もありますね。もともと皇族の教育機関として設置されているから関係は深いよ。そうなんですね。道理で皇族が進学するわけですね。ただ誤解してはいけないのは、学生の大半は一般ピーコーやからね。え、そうなんですか。勝手にお金持ちの大学だって思ってました。おそらく私立大学の中では学生の品格ではトップクラスだと思うけど、お金持ちが多いわけじゃない。知らなかったです。でも品があるという点については確かにそう思います。早慶とかマーチのウェイウェイしている連中が変なだけで、本来は学習院の子たちが正統派やと思うけどね。それはそうですね。一部のパリピのせいで大学全体の印象が悪くなるのはよろしくない。その点人事的目線で見ると学習院大学の学生には外れが少ないから意外と人気があるんよ。やっぱり人事としてはおとなしいというか品のある学生が欲しいんですかね。最近は特にその傾向があると思うよ。マーチや早稲田の学生はお酒による問題行動が多いからね。そうですね。一方で学習院でそういう噂は聞かないから就活には良いかもですね。学習院はずっと就活では強い方だと思うよ。公務員とか銀行、金融などの固い職業では人気の大学やと思う。確かに固い職業についているイメージはあります。真面目な人が多いって感じです。落ち着いている大学だから私としては結構好きな雰囲気の大学やね。学部ラインナップってどんな感じなんですか？かなり少なくて、法学部、経済学部、文学部、理学部、国際社会科学部の5つしかない。少ないですね。理系学部は理学部しかないんだ。じゃあほとんど文系大学ですね。そうやね。就職率でもやっぱり文系の方が強くて、特に女性の就職率については 100% の学科も多いね。めっちゃ強いですね。でも人事の気持ちになったら確かに学習院の学生は欲しいかもしれない。一般職としてはちょうどいい大学という印象を持たれてるね。ということは総合職とか幹部候補としての職種では若干弱いですか？そこはどうしても国立大学とか総計が強いかな。学力的に若干難しいかもしれん。大手企業の総合職だとマーチでもかなり難しいですもんね。最近は人事も学力重視になってきてるんですよね。あんまり公表はされてないけど、実務を見る限りだと確かにその傾向は強くなっとるね。人事的にはやっぱり学力が高い人が欲しいって感じなんですか？大手では特にそうやと思うよ。最近では総計でも基本的に警戒して選抜しているところが多いね。私立大学の多くでは内部進学や推薦入試組も多いから警戒されちゃうんですね。そうやね。だからこそ原則として全員に SPI とかの学力検査を課す企業が多いんよ。なるほど。そうなってくると国立大学や総計の一般選抜組が強いですね。そういうことになるね。学習院も決して学力が低い大学ではないから、4年間しっかり学べばチャンスはあるよ。マーチクラスの大学でも入学部に学ばなかったらどんどん落ちこぼれるんですね。その通りやね。4年間どう過ごすかでその後の人生が大きく変わるから、入学後が一番大事やね。受験生の皆さん、合格した後何を学んでどういう資格を取るかあらかじめ考えておきましょうね。ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。